平日最速のお笑い番組、せーの、ハリジョーキリプロデュースバイ AU。 やったやった。さあ、はい、今回はなんとフェイクスター大喜利ということで、フェイクスター、こちらの方々に来ていただきました。まあ、言い方が、言い方がちょっとフェイクスターってなんか、まあ、ではあるんですけども、フェイクスター、ひろゆきさんでいいですかね。はい、フェイクです。この番組でもいいやっていただきましたけど ね、はい、答える側はどうなんですか。そのなんかその大喜利とかそういうのって、うん、あのできる人がやればいいと思うんですよ。できないからモノマネに逃げてるのでやって、あのこういうのにあのキャスティングしたスタッフさん頭が悪いなと思って。ひろゆきさんとしてちゃんとフレームパソコンなんか持ってこなくていいのに。パソコン持ってきてるから、はい、興味ありますからぜひぜひお願いします。お願いします。はい、そして初登場11ダビッドさんです。来てくれました。 JD 11さんどうなんでしょう、大喜利のイメージってあんまりないんですけど。いや好きですね。最後やったんは確かロシアのワールドカップのベルギー戦のベンチでやりましたね。ベンチでも結構大喜利ってあるんですか。強い選手いるんですか、日本で大喜利強い。大喜利マヤが結構強いですよ。あ、吉田。そうなんですね。こんななんか無回転謎かけとかなんか昔やってましたけど。あ、そうですね、いきますよ。じゃあサッカーとかけまして大喜利と解きます。お、その心っていうのはどっちも楽しい。回転ですね。大喜利の方も今日迎えて、ぜひ回転かけていただいて、期待します。お願いします。どうぞ。はい、そしておなじみアイデンティティ田島くんです。おい、オランダ雅子ビーベテランと。ショートシャークのやつがちゃんともう7回出てもらってるそうです。回転出てますからね。はい、もうここはもう間違いないでしょう。間違いない。期待してます。お願いします。さあ、そして最後 R 藤本ベジータの。もういいですね。はい、何だろ。毎回毎回ありがとうね。ベジータさんの大喜利はもう皆さんご存知、間違いない、強いのは間違いないですから。はい、はい、それではこのメンバーで参りましょう。最初のお題こちらです。はい、スターのくせに器ちっちゃ、何をした。なるほど。一つのお題で5人の芸人が大喜利を行う毎日大喜利、月曜から金曜は完全版の切り抜きショート動画で配信しております。そちらもお楽しみに。各お題終了後には皆さんの回答の中から芝ずベストを発表します。選ばれるように頑張ってください。あ、来ました、R 藤本ベジートだ。スターのくせに器ちっちゃ、何をした。ビッグバン、あっ、でもう打った。汚えぞ汚えぞベジータ。アタックで来いよ。あ、矢野さん行きましょう。スターのくせに器ちっちゃ、何をした。240円の安いスパチャで長文の相談。ちっちゃらしさが出て、あ、出ました。純一さん行きましょう。スターのくせに器ちっちゃ、何をした。これ僕の中ではの話なんですけど、はい、このスターのくせに器ちっちゃ、何をしたっていうお題、うん、このねスターのくせに器ちっちゃっていう部分が、うん、選手の自由度を妨げてるんですね。あ、そうですかね。まあだから僕的にこのスターのくせに器ちっちゃっていう部分を、はい、削除させてもらいました。なんでそんなことする。勝手ですけど。なんでそんなこと。ですので何をしたというシンプルな、問いに答えますね。え、筋トレ。むちゃくちゃですって。スターすぎて。何をしたっていうお題なんかないですから。じゃあ田島君いきましょう。スターのくせに器ちっちゃ、何をした。先頭を粉末状にして怪我の度合いによって与える量を調節する。あれ多分もう粒でくれよあれ。全開しちゃうからね。ある藤本。ベジートだ。はい。スターのくせに器ちっちゃ、何をした。自分の力ではなく他人の元気を集めて敵を倒す。何がいけねえんだ。俺は自分でやってるから。すぐ人の力で。あれのアンチもいるってことですね。ちゃんと。まあまあおめえじゃ集まるねえか。なんだぞ。そもそも漫才始めるんですか。人柄がね大事ですから。やめてちょっと矢野さん、はい、スターのくせに器ちっちゃ、何をした。自分のモノマネをしている芸人にキレる。
これね、たまに聞きますけど。はい、危ない。まあ、僕も一回だけあります。あるんだ。何？あ、ひろゆきさんではなかったってことですね。ひろゆきさんはあの黙認してくれたんですけど。黙認なんだ。黙認ない。はい、R 藤本。今ベジって言っただろ。ベジって、ベジって言ってから R って言い出したな。間違えました。ベジータだ。違う違う、こっちが間違えたんだ。R 藤本。ベジータ。いきましょう。スターのくせに器ちっちゃ、何をした？ウィキペディアを自分で編集した。ダセー。それはやだな。たまに聞くね、これ。自分で書いてるやつ。はい、終了。わ、芸人でもあのコンビのやつで自分の欄のとこにネタ制作者とか書き込んだりするの。滝上さんとかね。俺言ってないけど。それ。はい、ベスト。矢野さんの自分のモノマネしてる芸人にキレる。それは確かに。それでは次のお題参りましょう。お題はこちら。はい。アニマルサッカー漫画でありそうなセリフとは。サッカー。はい。あの本田圭佑として言わせてもらう。サッカーを、はい、サッカーのモノマネで語るって、はい、ズレがないから難しいんですよ。ああ、だいぶ本格的なクレームですねこれ。確かに言われてみればそうなんですけど、そこをなんとかお願いします。あ、早い。矢野さん行きましょう。アニマルサッカー漫画でありそうなセリフとは。あのハンドって言ってますけど、これ前足なんですよ。アニマルだな。アニマルの発想だな。お、来ました。純一さん行きましょう。アニマルサッカー漫画でありそうなセリフとは。虎のフィジカルと、うん、馬のアジリティを合わせ持つ選手、それがヒグマや。いや、そうなんだ。サッカーやらせてもヒグマがやっぱ強いですか。そうですね。あ、すごい時差、すごい時差。ミラノにいるかと思いました。田島君行きましょう。アニマルサッカー漫画でありそうなセリフとは。お前も後ろから削ってやろうか、あの首の長い動物のように。キリリンのことか。キリリン、キリリンって。クリリンみたいに。いいですね。あるじもと。ベジータの。アニマルサッカー漫画でありそうなセリフとは。おい、騙されるな、あれはボールじゃない、アルマジローだ。そうか、ありそう。アルマジロー。アルマジローは。アルマジローなんだ。そうか、擬態して変身しちゃうんだ。そっちにみんな行っちゃうんだ。はい、終了。はい、じゃあそうですね、このお題のベスト、ある藤本のあれはボールじゃない、アルマジローだ。はい、ベジータだ。アニマルサッカーだからありえる展開ですね。はい、それでは次のお題参りましょう。はい、お題はこちら。オラワクワクすっぞみたいなことを言ってください。はい、あ、早い。田島君行きましょう。オラワクワクすっぞみたいなことを言ってください。冬カサカサすっぞ。なるほどね。なんかもう CM でありそうだな。あるね。運気がやってそうだな。それってお肌の乾燥ですよね。そう。あら、つなげました。そんなのもあるのか。そんなんもあったんだ。ある藤本。ベジータだ。ほら、ワクワクすっぞみたいなことを言ってください。ナッパラフランス食うぞ。なんで一緒に食いたいんだよ。山さん、ほらワクワクすっぞみたいなことを言ってください。アンチ論破するぞ。確かに、ひろゆきさんはそうだよね。あ、純一さん、ほらワクワクすっぞみたいなことを言ってください。俺が蹴れば枠には行くぞ。確かに、ひとまず枠内にはね。お、田島君、ほらワクワクすっぞみたいなことを言ってください。村爆発すっぞ。やめてやれ。なめく星人のな。はい、はい、ともしげさん、はい、ほらワクワクすっぞみたいなことを言ってください。骨ポキポキすっぞ。今日相手の相手に言ってるってこと。あ、これこっちの骨をポキポキ。あ、自分のか。そうそうそう、ね、よかった。脅迫じゃなくてよかった。そうですね。ある藤本。ベジータの。ほらワクワクすっぞみたいなことを言ってください。ドラ泣く泣く切るぞ。麻雀の話。あ、麻雀でね。泣く泣く切るぞ。はい、矢野さん、ほらワクワクすっぞみたいなことを言ってください。コンビニで水買う人バカにするぞ。水道水でいいっすよね。はい、いや、いいじゃないですか。はい、終了。
いや面白い迷うんですが、田島君の冬カサカサすっとこれはもう本当に初っ端で綺麗に決まってたと思います。正解を出させてもらいます。ありがとうございます。いつか CM が来ることこいつには来ねえだろどういうリアクションだこいつには来ねえだろでしょ何カサカサね、カサカサって言う、それでは次のお題参りましょう。お題はこちらです。おやおやを使って何かを煽ってください。おー早い、純一さん行きましょう。おやおやを使って何かを煽ってください。パリオリンピックの南米予選でブラジルが敗退したんですけど、まあ、それも驚きなんですけどね、うん、そのブラジルが敗退した驚き以上に、はい、それだけ各国のサッカーのレベルっていうのがこう縮まってきてるんじゃないかと思いますね。おやおや、久保ベンチでいいの？あの全然動揺してます。いやでもいいと思います。いいアプローチは良かったです。アプローチ良かったんですけど、何やるかちょっとまとまってなかったんですよ、ね。じゃあなんであんなに早く手を挙げたんですか。聞いてください。矢野さん、行きましょう。おやおやを使って何かを煽ってください。おやおや、顔や性格だけじゃなく頭も悪かったんですね。うわーうわ、煽るなー。はい、これひろゆきさんっぽいね。ある地元ベジータだ。おやおやを使って何かを煽ってください。おやおや、吉本は俺だけか。確かにね珍しいかも。田島君、おやおやを使って何かを煽ってください。おやおや、また天空の城ラピュタですか。いいんだけどね、もう一回見たいんだけど。嬉しいは嬉しいんだけどね。ともしげさん、はい。おやおやを使って何かを煽ってください。おやおや、お山遊園地ですか。どういう意味。どういう意味。僕結構おもろかったですけど、ね。ありがとうございます。波長があって今日出た中では一番面白かったんです。面白いですね。さあ、お気に召したみたいな。スターで。ありがとうございます。中東でも通用する笑いやと思います。するか。お山遊園地。お山遊園地ね。お山遊園地自体がもう閉園してるって話じゃないですか。田島君、おやおやを使って何かを煽ってください。おやおや、テレビで売れてるのに YouTube なんかに手を出すから痛い目見るんですよ。誰の言葉。これはね、誰に言ってるんでしょう、ね。耳が痛いっていう人もいるでしょう。ある地元、ベジータだ。おやおやを使って何かを煽ってください。おやおや、普通の漫才で売れなかったから急にキャラを乗せたのか。おい、なんだ、誰のこと言ってるでしょう。そうだよ、貴様のことだったのか。よかったな、じゃあ。そうか、よかったな、じゃあ。本当に危ぶむべきは三浦の方です。確かに三浦の身の置き方です。 あいつはまだあの時点に残ってる。はい、終了。はい、決まりました。ベスト、ともしげさんのおやおや、お山遊園地で。やったー、ほんとかきたな。中東に本田さんがね、えらいお気に召してたんで。いや、多分カタールで売れますよ。それでは次のお題参りましょう。お題こちらです。プライドが高すぎる男がついついやってしまうこととは。なんだと。あ、来ました、あるのと。ベジータだ。プライドが高すぎる男がついついやってしまうこととは。わざと相手をパワーアップさせて負ける。やっちゃうんだよな。そうだ、ついついな。これね、もうやめろっつってんのに。じゃあこれでいきましょう。はい、いきましょう。純一さん、プライドが高すぎる男がついついやってしまうこととは。あのサッカーのレフェリーでめちゃくちゃプライド高すぎて、ちょっと自分を信じて、あのVAR を見ない。見ろ。あの、というか、VAR 見てくださいって指示が出てる状況で、はい、あのその VAR のモニターのとこまで行って、はい、ずっとこっち見てるって。見ろよ、来たんなら見ろ。何し。そうなんです、ちょっとフリップで説明できなくて。いや、いいです。今あの立ち上がって向こう向いてたと思うんですけど、はい、ちょうどモニターで首から切れてたんで、どっち向いてるか分からなかった。そうなの、スタイルの良さがあだになりましたね。そうなの、ちょっと立ち上がって。切れてますね、はい、ちょうど切れてるわ。田島君、
プライドが高すぎる男がついついやってしまうこととは。いや、ちゃんとバイバイって言えばいいのに、なんかカッコつけてピッて。いいだろ、いいだろ、これ。ピッ。かっこいいだろ。いいね。ピッ。トランクス。トランクスが行くときだ。なんのピッ。いいだろ、別に。未来帰っちゃう、トランクス。テレアだから。はい、終了、はい、はい、ベスト。じゃあ、じゅんちさんの自分を信じて VAR を見ない。おお、ベストにします。さあ、次のお題参りましょう。お題こちらです。テラサ特番、スターだらけの大運動会でありそうなこととは。はい、矢野さん。テラサ特番、スターだらけの大運動会でありそうなこととは。昔の恋バナのポロリもあるよ。あ、なるほど。ポロリ、今はね、はい、実際あのポロリはないでしょうけど。確かに。そういう意味でいいですね。いい。田島くん、テラサ特番、スターだらけの大運動会でありそうなこととは。最初は本当にスターだったが、最近は若手芸人だらけ。結構ね、そうね、こういう番組増えました。矢野さん、テラサ特番、スターだらけの大運動会でありそうなこととは。隣でやっている小運動会からジョイが見に来る。ジョイ、小運動会の方なんだ。小運動会の方、はい。田島くん、テラサ特番、スターだらけの大運動会でありそうなこととは。あの、脇の下のひらひらでパン食い競争する。スターといえばこの衣装。ある地元ベジータだ。テラサ特番、スターだらけの大運動会でありそうなこととは。おこういうのはお前若いのが先行けよ。おい、あ、勝俣。勝俣さんがまだ若手扱いが。スターってな。スターね、むずいね。そうだ。矢野さん、テラサ特番、スターだらけの大運動会でありそうなこととは。まあ、多分たくさんの人が来られると思うので、まあ、欠席する人もいると思うんですけど、うん、まあ、欠席者は JP で保管。JP 大活躍でいろいろできますもんね。はい、終了。終わりだ。あ、書いてる。でも、あ、なんか書いちゃってるな。え、あ、終了しちゃいましたけど、どうします、出しますか。不吉不吉ですね。何が落とすんだ。一回出しときますか。アディショナルタイムあるんですか。アディショナルタイム設けます。じゃあ、どうぞ。いきます。テラサ特番、スターだらけの大運動会でありそうなこととは。ウィル・スミスが吉田麻也にビンタする。あの映画の受賞式の時、あのね、奥さんいじられてるのが。なんで相手が吉田麻也。そうですね、あのいろいろ考えたんですけど、まあ、麻也が一番あのビンタ手頃なんじゃないか、身長的に。あの香川はちょっとあの見た目可愛らしいからビンタ可哀想やなと。身長的にも。そうですね。アディショナルタイムまだありますけど。アディショナルタイムもういいでしょ。初めてですよ。アディショナルタイムもういいって言った人。このお題ベスト、矢野さんの隣の小運動会からジョイが見に来る。小運動会っていうのが良かったですね。はい、ということで毎日おきり以上で終了です。皆さんありがとうございました。